こちらが三段跳びです。ちょっと久しぶりにこう復活した高いところに登る、ことができるアクションです。64にもあったかと思います。ありましたね、はい。こちらは走り幅跳びです、遠くにこう飛んでいきたいときに使うアクションになります。これも64にあります。これバック中です。これは狭い足場から高いところに乗ったりとかするのに結構なんですか、便利な、ジャンプですね。でこちらがヒップドロップからのハイジャンプ、まあ、プレーをこう途切れさせることなく高いところに登ったりとかするのに使うことができます。であとこちら木登りかちょっと分かんないですけど、街灯の上に登ってこれまた高いところにジャンプしたりとか、あとこちらがボディアタック、これも久しぶりなんですけれども、もうちょっとで届きそうっていう時にこう使える技になります。でこちらが今作の新アクションの帽子投げです。まあ、マリオの自分の持っている帽子を投げるっていうのは初めてで、ちょっとそれを使ってジャンプしたりとかそういったことができるようになっています。